あの人元 AV 女優なのよ。20代でデビューして覚醒剤で逮捕されて、整形して30代で再デビュー。それでスタイル気にして、でもダイエットする根性もなくて過食嘔吐の繰り返し。トイレでウィーって聞こえたら西野さんだから。不幸を食べて不幸を吐いて、でもまあうざいかうさくないかの違いで、みんな開かない窓の部屋にいるのは同じことだけど。ごめん、私の便座きついの。さえちゃんのジグソーパズル何だったか分かる？なんかのリトグラフですよね。エッシャーの無限階段。親も無自覚だから立ちが悪いわ。誰かが泣いてる。泣くわよ、そりゃ。こんなに人間が集まってるのに、こんなに孤独な場所、他にないもん。